今よりも簡単に脂肪を燃焼させるスピードを上げることが可能になります。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、かの浜崎あゆみさんが一度激太りしたところからさらにまた理想の体型に戻した際に使われたダイエット方法を一つ紹介していきます。最初から最後までご視聴いただくことで、今よりもより痩せやすく、より脂肪燃焼効果を高めることができます。バッチリ紹介していきます。ということで、今回浜崎あゆみさんがやったダイエットの一番有名なもので、コーヒーダイエットというものがあります。コーヒーにはカフェインという眠気覚ましとしてよく使われるんですけども、実は脂肪を活性化させることができます。これは実際に働きがあるということがもう実証されてます。で、なぜコーヒーを飲むといいのか。カフェインにはですね、消化酵素のリパーゼと呼ばれる物質が脂肪を分解し、脂肪の蓄積を防いでくれるといった効果があります。さらにもう一つですね、クロロロゲン酸と呼ばれるもので、これはコーヒーしか摂取できないと言われている成分になります。ポリフェノールの一種でもあるクロロロゲン酸というのは、脂肪の蓄積を抑える、脂肪の分解を促すという二つ美味しい点があります。そしてカフェインにも同じような効果がありますので、コーヒーを飲むことによってですね、ダブルで美味しい脂肪燃焼効果があります。これをうまく活用すべく、タイミングというのはですね、脂肪燃焼効果を上げる運動の前30分、もう一回は脂肪の蓄積を抑えるための食後、この2箇所のタイミングがベストです。ホットコーヒーをブラックで飲むようにしてください。たったこれだけでですね、今やっている運動、食べ過ぎてしまった食事、そういったものの脂肪燃焼効果、脂肪の蓄積というのを抑えてくれますので、ぜひともダイエットをしたい、痩せたい、理想の体型を作りたい、脂肪を燃やしたい、そういった方はですね、コーヒーダイエットというのを取り入れてください。これからも効果的なアドバイス、短い時間で効くエクササイズ、少ない回数で筋肉にしっかり効くエクササイズ、そういったものを載せていきます。チャンネル登録されてない方はよかったらよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。